どうもこんにちは、ヨホゲームズです。本日はですね、マリオメーカー2世界のコースやっていきたいんですけども、まず最初のコースはこちらですね。リンクの試練と古城ということで、初代のリンクスキンを用いて、うまいこと進んでいくステージとなっております。クリア率 0.82% ということで、結構難しそうなんですが、早速やっていきましょう。いやー、ただまあリンクの、代表的な仕掛けとしては、剣であったり、あと、ダッシュ好き？ヒップドロップ？あとは、ボム兵と弓矢があると思うんやけど、5つの試練って書いてあったと思うんやけど、これ、土管が1、扉が2、木槌のとこが3、青土管が4、そしてまさか、ていっ！ここが5ステージ目となっております。なるほどね。じゃ、これそれぞれのギミックが、各間にあるんかな？これ1個目のステージは、十字の下プラス Y で、ダッシュ好きを使うステージなんじゃないでしょうか。いやー、おもろそうやなー。いやー、俺リンクの達人と呼ばれた男やから、サクッといっちゃうよ、これ。最初は？マグマが上がってきてるのか。とりあえず乗るか。ほんで、なるほど、これで、ダッシュ好きで、大押して突破していこう。で、マグマが迫ってくるよっていうね。そういうコースね、ジャンプで押して、で、次、急に弓矢？どういうこと？いや、ここ普通にさ、ダッシュ好きの前やけど、最初の2回以外は、普通にここ剣でよくない？普通にこうやって、シンプルにこうやって上がっていって、ここも別にピョンって飛び越えて、そんなにリンクらしい仕掛ける、あー危ない。あ、ここね、また来るんか。って進んでいって、ジャンピー！はい、からのジャンピー！はい、からのジャンピー！からのもう一段ジャンピーからの、あーやばい、食らった！なんとかしてくれー！なるほど、ここはだから、剣の前やったわけやな。ふいっ！って感じで、乗って、ここ、怒涛のジャンプが難しい、わっしょい、わっしょい、剣！ほんで、ゴールー。なるほど。これで1赤コインで。中間が毎回取れるの優しいな。なるほど。バリアフリー要素に長けたステージやな。で、次が2個目で。いや、これ次は弓矢やな、これ。いや、弓矢はさ、リンクの弓矢が一番得意なんよ。俺のやぶさめの実力を、しかと見やがれ。ていっからの、ていっからの、ていっからの30コインも、ていっからの、このパックン、ていっとして、これ折り返しあるな。ていっ！オッケー！ほんで、次が、ちょっと弓構えたまま行こうか。なるほど。あそこを通して、ていって、一撃クリア！いやー、やぶさめの勇士と言われた、もう経歴があるんでね、俺には。はい。そして、赤コイン3枚集まって、残り3ステージですね。次が、これ多分ヒップドロップの前やんな。よいしょー！入っていく。これは、ヒップドロップしたらいいんかな、ここで。違う？けど、通れるようにはなったけど、届かへんか。じゃあ、ここは普通に、Y で、って言って、跳ね返んには普通に横のトゲでも。で、ここはヒップドロップで、えーって飛んで、なるほどね。3個目もクリアと。まだあるかい。マグマ迫ってきてる。飛んで、ここは普通にジャンピーして、どっちや？ここ、えいってやってから、ヒップドロップー外れたー。じゃ、ここはできるだけ急いで、どんどん上に上がっていくということで、ここ Y でテイってやってからこっちに、テイヒップドロップーからの、これに乗れってことかー、クリリンのことかー。ここ難関なんよ、マジで。ほんで、もう一回ヒップドロップ、これもう一回、やばい、来てる。空振りまくってる、セーフ。もう一回か。2回。いや、ちょっとここマジで難関かもしれへん。山場やわ。こっちに一回まず右にテイってやってから、左にヒップテイ。ここがまず問題。第一の問題で。よいしょー、よいしょー、2回乗り移りからのヒップドロップ。ここも難しいね。乗り移りからのここ行って、もう一回、一回落ち着け。ここ乗って、次何？むずい。よいしょ、えいってやってから、くそー！まだ助かってる！終わったと思った今！はい、ほんで？なに？ここヒップドロップで？どういうこと？ここの乗り移りングも地味に、ひりつくー！ほんで、しっかり乗って、ビヨーン、えいからの、落ち着いてビヨーン、こっち、からの、ここがさ、さっき、素早くって、とかってこと？なるほど！間に合ってたら、こいつが、上にぶち上げてくれるわけやな。ほんで、もういい、入ろう。50コインは知らん。どうやって取るか。ほんで、よし、3枚目。いいぞ。で、次が、この青土管4つ目のところに入っていきます。
あ、なるほど、リンクの盾みたいになってるわ、これ。すげえな、絵うま。で、どういうコースや？ん？なるほど！しっかりこの火を消して、ボム兵を爆発させへんように守れってことかー！いや、普通にここ激ムズじゃねえ。だってクッパの火ってさ、ほんまにランダムに来るから。いや、あ、一応この雲の、危ねえ！この雲のラインの上には来るようになってるんか。あ、なるほどね。だからこれを、よいしょ、よいしょ、氷、後ろの氷を溶かさないように、はーい、うん、俺が守りたかったなー、ボム兵たちー。ギャン、トゲメットのメーター的にあとちょっとやったと思うねんな。あ、ここ、押されて、下から、よいしょ、守って、あとちょっと、あとラストぐらいか、あと1個やろ、あと1個壊れて、もう1回トゲゾウが帰ってくるまで粘ることができれば、それまでボム兵を、後ろのボム兵を、守ることができれば、俺は最強の盾、パラディンだ！最後まで、守り抜くぞ！早く来い！早く来い！トゲゾウ！早く！トゲゾウ！早く！これ、え？もういいの？もういいの？行くね、俺。なんかちょっと食らっちゃってるけど。オッケー！いやー、危ねえ、危ねえ。さあ、ラストステージですね、これで。さあ、残る最終ステージ。ここ終わって出てくる扉に入ると、その先に広がっている景色は？どういうことや？一回帰ります。一回帰ります。あ、帰らせてくれへんかった。もう、退路は立ったぞと。なるほど。よし、これ壊して。んで。あ、後ろから迫ってくるってことか。なるほどね。急げ、急げ、急げ。よし。急げ、急げ。こうやって進めていくってことか。で、追いつかれたら、ジ・エンドってことね。てい！やばい！乗り移りも普通に難しい。早く！早く降りてこい！で、ここ階段の、あ、最後！めっちゃ合わない！めっちゃ合わない！飛べー！セーフ！ということで、すべてのコインが集まって、迎えるはこの扉なんですが、もうないよな。これでリンクマスターの称号を俺は得たんじゃないでしょうか。よーん。待って、大丈夫？押して、入る。でもこの土管に続いてるはずないよな、この先。まだあるんか、やっぱり。なんや。どうしたらいい？いやー、まだゴールではなくボス戦があったとはな。まあ、確かに、クリア率 1% 切ってるってそういうことなんやろな、多分。これ、弓で、越えながら、越え、あ、危ねえ。むずこれ攻撃するの、上のやつ。こうやろ。で、これ、ビーム守って、あぶり避けて、うわ、これ、ほんまにむずい。ほんまに難しいよー。いや、集中しよう。まず開幕一発当てて、これガードで防ぐ、ここ避ける。ほんで、一旦トゲまた入れから、もう一発当てて、ガード危ねえ。ほんで、いや、これ、相罠のボスか、お前、むずくさ。もう、難易度、バリ高ー。あぶねえ。ほんで、もう一回避けて、こ、厄介やな、この、わあ、これも実質ヒーローなんよ。まず開幕一発当てて、後ろには守るボム兵がいる。けど、上のヴィランは倒していかないといけない。ここしっかり越えておいて、はい、ガード。そして、この、2体のヴィランから放たれる攻撃をかいくぐりながら、ここはしっかりガードして、しっかり、わ、あと何発当てればいい。あと何発当てればいいんや。教えてくれ。よし、弓矢で反撃。弓矢で反撃。よし、そろそろ来るか。来た。あぶねえ！間一発！よし、当たってる。これ大丈夫？あー、危ねえ！間一発！このレーザーが、うん、鳴り始めた時はもう絶対ジャンプしてはいけないんやけど。トゲ山、危ねえ！この下のガリガリが後ろ飛びジャンプで避けて、ふ、はい、避ける、はい、止める。だんだん慣れてきたぞ。だんだん慣れてはきたけども。やばい！これやばい！あー、危ない！ほんで、これやばいか？これやばいか？一旦止めよう。はい、一旦止めて余裕を持って、えい、よし、倒した。最後、あのパンを叩けば、う、下を通って、ここに入ると、守り切った？ゴール！やったぜー！続きましてこちらのコースなんですけども、最後の戦い、羽クッパ城ということで、本日の動画もこちらのステージ、最後ということで、最後の戦いやっていきましょう！サクッとファイナルバトルを終わらせていきたいと思います。え、どういうことや？キノコ取って、なんか、ああ、クッパ城やこれ。色味的にクッパ城やぞこれ。ああ、クッパジュニアとクッパ両方？あ、これ投げてくる感じさ。ああ、なるほどね。動きもこの投げてくるものも、初代のクッパのボスと、全く同じやな。でもこの初代のクッパのボスとかって、結局のところ、上越えて、ここでヒップドロップしたら、落ちていくんですよ。これでクリアってこと？その火の玉理不尽すぎひんか？え？この音が鳴って、あ、カメックが来た！で、魔法をかけた絵！復活してくるんじゃん、クッパじゃん。
うわぁ、キノコの魔法や。これどうなんの、キノコの魔法をカメックがかけてる。そしたら、え、このってこっちに行くとでっかいクッパとか、これ、あー、来た来た来た、ボスクッパ来た。え、これでも矢印書いてあるからこっちでいいんかな。で、強制スクロールやから先に進みすぎることもできない。危ない。ここは、あ、どんぐり来た。どんぐりが来て、おっと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 、クッパ見えへんくなったぞ。まあでもこれ結局クッパから逃げながら右に進めていくステージは、まあ、ウィーみたいな感じかな。危ない。明日も一応セーフなんや。え、これじゃ、もう、でもムササビあったら結構余裕じゃないか。よいしょ。あー、食らっていくー。ほんで、危ない危ない危ない。けど、あ、演奏音楽もあるっぽいな、これ。よし、よし。逃げて、あ、やばい、あと一発食らって終わり。やべえ、なんてもん出しやがんだ、てめえ。こうやっていって、こうやっていって。よしよしよし、今右にスペースあるから。ハテナブロック。よし、至急はよ。なんかアイテムの式、あ、あ、終わり。入った。また中間ね、なるほど。で、次が、キノコの子宮からの、どんぐり転がしといてもよかったな。来た！あ、次はお前らか！コクッパたちの、コクッパカーニバルが始まるわけやな。よし。あんまこれ前にも行き過ぎん方がいいんか？とりあえず、あ、いろんな色の魔法があって綺麗やな。流れ星みたい。この緑早いな、おい。よしよし。あの、どんぐりちょっとコロコロ転がしといて、いつでも取れるように。うわ、やばい！この、ボインボインが邪魔すぎて取れへん、危ねえ、滑り込んだー。これさ、一匹ぐらい倒して授業も奪えへんかな。まあ、いいや。とりあえず、進んどいて。よしよしよし。あ、オッケー。この式は、食らいながら取ることによって、ちょっと前に距離を進めて。あー、皆さんもうゴールのバーが見えておりますね。あばよ、クッパの持ってようと思ったらこれ上から通らなあかんやん。やばい、上から通らなあかん。ちょっと通せ通せ、お前、お前ら通せ。オッケー。ということで本日もご視聴ありがとうございました。行こうぜ、よっしー。